ピエール・ブリソーは、フランスのイラストレーター、画家、版画家である。1914年、ガゼット・デュボントンの挿絵パリ・ロックで生まれた。父親は有名な医師、医学者のエドアール・ブリソーで、母方の叔父のルイ・モーリス・ブーテド・モンベルとその息子、ベルナール・ブーテド・モンベルは有名な挿絵画家、イラストレーターである。兄のジャック・ブリソーも画家になり、ピエールも家族の支援を受けて、 パリのエコールデボザールでフェルナン・コルモンに絵画を学んだ。1907年からアンデパンダン店やサロン・ド・トンヌに出展を始めた。1912年に創刊されたパリのファッション雑誌のガゼット・デュ・ボントンにファッションイラストレーターとして加わり、ルイーズ・シェリーやジャンル・ランバン、ジャック・ドゥーセといったファッションデザイナーのデザインしたファッションをイラストに描いた。 ロシアの高級軍人で画家のディミトリオ・オゾノビシンを中心とする芸術家のサークルのメンバーであった。イラストレータで雑誌編集者のエドゥアール・シモに才能を認められ、1920年代に出版会社メゾンデ・バンベズに招かれ、バルザックやアナトール・フランスの書籍の挿絵も描いた。1925年以降も人気のある雑誌の表紙絵を描いた。ありがとうございます。